知らずに旅に出たのは、俺が17の時だった。汽車に乗って見知らぬ街へ、嫌なことやら悔しいことが俺を待ち受けていたよ。それでもどうにかここまで来たよ。世界を覗いてみたけど、大人の世界は雲の巣だらけだけど、俺は雲に食われちゃいない。ちょっと戯れ楽しく生きている。懐かしいこと。
ことばかり。大人の世界を覗いてみたけど、大人の世界は雲の巣だらけ。だけど俺は雲に食われちゃいない。超